はい皆さんこんばんは関本健太郎の「セカンドライフです。 タイガース3戦目にして初勝利と今シーズン初勝利を収めることができました私ああの ABC ラジオの方で解説させていただきまして現地で試合を観戦して解説しておりましたいくつかポイントは今日もたくさんありましたけれどもジャイアンツ、高橋投手公式戦ではタイガース戦に投げるのは初めてということでオープン戦では好投されました。実際回 まあオープン戦で対戦してタイガース打線がどうなるかっていうのが興味あったんですけども、えー、ナイスピッチングだったなというかねもうつけ入る隙が全くなかったというところでちょっとこう苦手意識を持つような形になってしまったというのが今日のピッチングだったと思います今後のね対戦でどうやって攻略していくのかっていうのがまた注目されるところではあるんですけどもまあ1つ目のそうですねポイントはね再起、まあ、投手決してこう立ち上がりから状態はよくはなかった ったとは思ううんでですすけどもそうですね3回ね3回の裏ね岡本選手、満塁で三振取って4回も満塁を抑えたと、で悪い流れにもなんとかしのいで粘ってという投球でね今日は無失点に抑えた。 と、えー、いうところは、えー、悪いなりにもゲームは作るというところは見せたというのがね佐投手のピッチングだったなと思います一つ目のポイントは僕そうですねあのバッター心理的に言うとね6回の裏、ねえー、ジャイアンツツーアウト一塁三塁っていうチャンスを作って9番ピッチャー高橋っていうところがね打席に立つところで梶谷選手が代打に送られたんですよね。 えー、実際その状況ではまあ0対0と、えー、オープン戦でもそこまで球数をたくさん投げてないんで、えー、代打っていうのはね十分、えー、あり得るんですけれどもタイガース打線的に言うともう手も足も出てないピッチャーが代わってくれる代打によって変わってくれるっていうのはタイガース打線からすると歓迎あそこでね、えー、梶谷選手がまあ打ってね結果あ大山選手の、えー、ファインプレーに阻まれて何事もなかったんですけどもあそこでね まあ、タ,イあのタイムリーが打って高橋投手に仮にこう勝ち投手の権利がついたとか、えー、なればねこれはもう阿部監督の采配が良かったということになるんですけども、えー、これも結果論ですけどもタイガース打線にとっては、えー、6回で高橋投手が代わってくれたというのは、えー、この試合においては、えー、意味がある、えー 系統にに入っっていいいたたなとううふうに思いましたねここからね7回以降は、えー、両チームとも中継ぎ勝負という形でね今、えー、シーズン、えー、この3連戦で初めてですよねお互いが勝ちパターンの中継ぎ投手で勝負すると、えー、いう構図になったわけですね。でタイガースは桐敷、まあ、投手が7回、えー、ゲラ投手ピンチは招きましたけども、えー、抑えるっていうふうな、えー、勝ちパターンでいったのに対して。 一戦目二戦目西田投手が高騰したんですけども、試合前にね、えー、練習の時にまあ安倍監督とちょっと、えー、会話する機会があって、今年はあのできればもう連投すらさせたくない、なるべくこうピッチャーを披露させないような系統のやりくりでねベンチワークで元気な状態で一年間戦いたいということの話を聞いていました。西田投手はね今日もベンチから外れてると三連投はさせる気がないのでベンチから外しているというところで。 えー、バルドナード投手が、ねえー、7回上がりまして8回ね、えー、中川投手がマウンドに上がり、えー、先頭原口選手が凡退で連続代打小野寺選手が ライト前と、えー、僕ねああのまあ、控えの経験がね当然あるんで後から行く選手っていう選手がね結果出すとすごく嬉しくなっちゃってすごくこうクローズアップしたくなるんですけども、えー、小野寺選手はね、えー、同じこう奈良の、えー、後輩ということもあって、まあ、キャンプの時に結構こう会話するね機会があってキャンプの時ってね外野手争いがすごくこう過熱してましたよね。そして野口選選、まあ、選手手手井上前川選手、まあ三重瀬 森下選手そして小野寺とたくさんの外野手でライト・レフト争いがあって、まあ、小野寺選手にとってはね野口選手や井上選手手いう辺りの同じこう右の外野っていうところがまあ当然意識するところであって彼らの長所っていうのはまあ長打ですよね。でバッティング練習をしてるのを見てね小野寺選手もこう引っ張って長打って。 をを打つようなバッティング練習をしてたんでどんな感じだって言ったらやっぱりこうちょっと長だもっていう考えはあるみたいだったんですけどもいやいやあのライバルの土俵で戦うんじゃなくて小野寺選手の持ち味はコンタクト能力が高くてね誰よりも率を残せる技術を持ってるからね自分の土俵で勝負した方がいいんじゃないかっていう話をしてねでしばらくまあたってその話がねもう彼の中では頭の中にあるのかないのかわからないですけど。 え代々出てきて今日はねライト前打ったっていうあたりは僕はすごくこう嬉しく感じましたね。でまあそこからダイソーを送り近本選手がつないでで森下選手のスリーラインへつながっていったね本当にもうどうでしょう7回まで点が入る雰囲気すらなかったんですけどちょっとのこのねなんかこうきっかけで一気にこうドドンと点入ってねでそっからまあ 小端選手のホームランが出たりとか、えー、いう流れになっていって、まあ、糸原選手ももうね内野ゴロの間に1点取るっていうああいうチームバッティングとかね、えー、ちょっとこう去年の流れを見るような、えー、試合終盤だったなと、えー、思います。 結果的にね1勝2敗という形になったんですけども結果だけ見るとねあの敵地開幕1勝2敗っていうのはタイガースにとっては十分想定内3連敗だけは絶対ダメだっていうところでしっかりこう勝ち切ったとね決してまあ試合内容はね前半完全にもう防戦一方の戦いだったんで内容的には決してねこう100点っていうわけではないですけどもまずはこう1勝を取った。 え試合終盤にえ流れるように点が取れたというところはえ本拠地に帰ってからの試合につながりは出てくるはずなんでまあ何はともあれ1個勝って月曜日を迎えるというところがすごく重要かなと。 え思いますこの3戦まあ青柳投手にしてもね、えー、2戦目大竹投手と佐伯投手とね先発ピッチャーもまああのしっかりこうゲームを作る打線の援護があればね十分こう勝ち投手の権利を得るだけの投球は見せてくれたっていうところはひとまず安心材料ではありますよね。あとまあ火曜日以降ね打線の方が あの相手先発ピッチャーをまずあのから手を取るというところですね。課題はもう明白に出てるんでね、その辺りを修正しながら挑んでほしいなと思います。以上、今日は控えの先週頑張りました。関本健太郎のセカンドライフでした。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。